4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はアドマイヤ孤児院。後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 アドマイヤ孤児院先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はシンボリインディ、アドマイヤ孤児院1着、アドマイヤ孤児院完勝、アドマイヤ孤児院1着。2着はシンボリインディ、見事に勝ちました。アドマイヤ孤児院、シンボリインディ2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭はマイネウッドマン、あと 200m、 先頭はマイネウッドマン、ストーミーモアまだ後ろ、ちょっと厳しい。成田コイント迫る、内から一気にストーミーモア、マイネウッドマン、マイネウッドマン1着。2着にはどうやら成田コイント、見事に勝ちました。マイネウッドマン、ストーミーモア敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はスティンガー、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 スティンガー先頭、2番手は梅野ファイバー、スティンガー、この馬で決まりか。スティンガー1着、スティンガー完勝、スティンガー1着。2着は梅野ファイバー、1番人気に応えました。スティンガー見事です。